アロー YouTube。 どうもこんにちは。本日なんですけどね、今日はこちら大阪行きましのね、オタロードに来てます。後ろに見えるのはね、これアニメと呼ばれてね、オタクの方の聖地なんですけども、で、今日なんですけどね、今日はこの大阪日本橋のね、オタロードでどんなポケモンカードがあるのかね、ちょっと調べてみたいなと思います。で、教育カードショップっていうのは、まあ、いつも行ってるような大きなそのカードショップっていうよりかは、その隠れた名店みたいな、そんなお店をね、ちょっと回っていきたいなと思います。まあ、そういうお店にこそ、まあ、そのお宝物とかね、結構眠ってると思ってるんで、ちょっと探していきたいなと思います。それでは、行きます。はい、ではこちらのね、ブックオフ。セルフカバーということになりますよね。ちなみに作曲を手掛けたのは小田哲郎です。ミリオンヒットを記録したザードのアルバム、ザードベストリクエストメモリアルより突然でした。
はい、ではね、ちょっと新しくできたこちらミラクル、なんか大阪のね、この辺にできたんで、ちょっと行ってみます。レッツゴー。はい、では次こちらの店行きます。ケース汚れですね、ここ汚れございまして、一応このパート1000キロと、5万円と5万円です。ホワイトの方が、ケース内に汚れみたいなものが入ってまして、一応、ホワイトの方が、ケースの方が、あんまなんか、買った時に、あの方がちゃんと言ってなくて、帰ってからよく行くから、楽しくしたら、それが これが結構めんどくさいから並んでもです。めんどくさくて。ではこちらトレカボム行きます。
ラゴンスター3号店行きます。はい、ではこちらね、日本橋行きます。はい、ではね、次こちらドラゴンスターロタロード主要店行きます。はい、ではね、こちら行きます。
アイドルリーダー、アイドルリーダー、買い取りどころまでお願いします。プライベートビーチが込みのところです。いた。やめろ。はい、ではね、こちらカードショップエッグいきます。はい、ということで今日はね、この大阪日本橋のタロードで、ね、どんなポケモンカードがあるのかね、ちょっと調べてみたんですけども、いやーこれね、マジですごかった。1080万円のガンバリーリー PSA10 があったりとか、エクバリーリーがあったりとか、これ、ね、ちょっと頭おかしいんじゃないかっていう、1枚のカードに1000万円の価値がつくというね、これちょっとね、すごいことになってるなっていうのがね、今日の感想でした。皆さん、いやこれね、1枚のカードに1000万円の価値がつくって、これねちょっととんでもないなっていう感じですね。まあ、これね、ポケカバブルっていう、まあ、一部バブルっていう人もいるんで、まあ、正直ねどうなるのかは分からないんですけど、まあその辺はねちょっと皆さん自己責任でお願いします。ということでね、こんな感じでしたら、ぜひね皆さん一度大阪に来た時はね、このお宅の聖地オタロードを
寄ってみて、はい、ポケモンカードねぜひ買ってみてくださいということで、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらねチャンネル登録グッドボタンぜひお願いします。またね今後カード開封とかポケモンカードシリーズどんどんやっていきますので、よかったらねまた見てください。では Twitter、Instagram、TikTok、概要欄にリンクあるのでフォローよろしくお願いします。